しもこのイカルガに飛ばされたのでござるか。カルガ、それはうまいにゃ。それよりパオは困ってたにゃしよ。村の場所もわからないし、食べ物もないし、お腹すいたにゃ。というわけで無才聞いたわ。わかったらパオに飯を食わせるにゃ。そうしてやりたいのは山々だが、拙者イザナミというものを探しておるのでな。おお、パオと同じですね。なんと、お主もイザナミを、居場所を知っているのでござるか。知らないにゃ。でも嫌な匂いがするにゃすよ。パオはその匂いを追ってるにゃ。匂い、どの方角でござる。あー、こんにゃことよりお腹すいたにゃ。まずはご飯を。さっさとよこすにゃ。もう限界にゃ。タオはもうダメにゃ。タオ、飯をおごるに教えてはくれぬか。その嫌な匂いというのはどの方角からするのでござるか。あっちにゃすよ。早くご飯を。あっちでござるな。恩に消えでござる。うわー、無才だ。ご飯は。タオはもうわが罪。まさかこのような形で戻ってくることになろうとは。貴様は、お主は確か統制機構の陣キサラギ。このわだつみで何をしているのでござる。答えるでござる。何故貴様がこの地に戻ってきた。戻って、拙者は何を言っているのでござる。しかし何なのだ、この内から湧き上がる思い。これは怒り。貴様にかまっている時間は通してもらうぞ。おお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 ござるか。拙者の中にあるこれは、この記憶は、何故陣キサラギが天井を。ならば拙者の記憶は何なのでござる。神楽の話は何なのでござる。わからぬ。一体どれが真実なのだ。お主は何を知っているのでござる。真実が知りたければさっさと先を進む。貴様がイザナミのもとへたどり着けたなら答えが得られるはずだ。ええよ、イザナミ。待つでござる。あの男、一体何を知っておるのだ。あなたはあの時
家の戸が多い。間一髪でござったな。無事でござるか、カルル・クローバー殿。さあ、ここは拙者に任されよ。大将将軍アーケンリー暴力列戦場と言ってみよう。でも、何か違う。いや、違ってみても目標であることは変わらない。お主、この烈天城を狙っておるのか？それがないと融合できない。だから、もらう。悪いが、そうやすやすと渡すことはできぬ。力ずくでということならば、相手になるでござるよ。危なかったでござる。この強さ、一体何者でござるか。アークエミは集め、融合するために。何故そうまでして自称兵器を求める。融合とは何なのでござるか。アークエミの手に入れる融合は同等の存在になる。この嘘だらけを壊す。そして今度こそラグナと一つになれる。嘘を世界。おもしまさか何か知っているのでござるか。ならば教えてほしいでござる。拙者のこの記憶の正体。この揺れは何事でござる。天井の弟子か。よもやあの者との縁、かくも長引くことになろうとは。頭が。お主がイザナミでござるか。何故殿を知っておる。何故と申す。面白い。そちはすでにその答えを知っているはずだな。何？おれ、何なのでござるか。この頭痛は。まだこの先、エンブリオの影響が残っている。では少しばかり。よみきっかけをくれてやろう。思い出したでござる。拙者の本当の記憶を。そういうことでござったか。ザナミ、お主が金キサラギを利用し、取ろう。そうだ、余がソチの主君を殺した。ならば、どうする。殿と我が祖国の仇、お主だけは絶対に許すことはできる。そうか、ならば獅子神ダンディ、そちの望む世界を世に見せてやる。この青を受け取るのよ。青だと。さあ、手を差し出してみよう。ここは和田摘町。幻、いや現実でござるか。どうした獅子神。貴様、神楽、
何故貴様がわだつみに。おい、寝ぼけてるのか。俺がいるのは当たり前だろ。いや、そうでござったな。まもなく帝の到着だぞ。お前がそんなことでどうする。おお、そうか、殿が。神楽睦月、それに獅子神バング、こたびの働き実に見事であったぞ。の、すべての民に代わって世が礼を言おう。イザナミ、何故お主がその場所に。おい、帝の御前だぞ、控えろ。これはどういうことでござるか。殿は、穂村殿下はどこにいる。お前まだそんなこと。天の矛坂殿上も穂村殿下も怒るがない線で亡くなったんだ。いい加減事実を認めろ。穂村殿下まで、ありえぬ。これがそちの作り出した世界だ。拙者が作っただと。何をたわごと。ならば何故殿や殿下がおらぬのだ。世界を形作っている、あるものによってねじ曲げられているからだ。もしそちが真にこの世界を作り変えたいのであれば、すべてのアークエネミーを集め、そのものを排除するしかない。世界を作っているものだと。そうだ、そのもの、すべての元凶ノエル・ヴァーミリオンを殺した時こそ、世界はソチの望んだ姿となる。ノエル殿を殺す？フフフフ。